皆さんおはようございます。ティーンダーの脈ボーイキングトクです。うなぎ料理、静岡県のルーツ、これうなぎが発祥の地、浜名湖地域、うなぎが取れちゃうんです。はい。これ高級品なんだそうです。秘伝のタレもまあ伝統的、関西風と関東風二つあるそうですね。はい。というのは牛の日が有名でございます。はい。浜松の家、これ香り風景100選に選ばれたそうです。はい。他にも静岡おでん、まあいろいろありますが、魚介の干物、はい。あとは桜エビのかき揚げ、はい。お茶が有名ですね。富士宮エキスはこれ B 級グルメですね。愛知県の味噌煮込みうどんはもう、うどんは硬い麺で使われておりますね。はい。あの、家庭料理として使われてます。土鍋で提供し、まあ、いろいろですね。八丁味噌も入ってうまそうですね。豆味噌も、はい。八丁味噌とでもうまそうですね。あとは、なめし、タコ料理、あとは、カリモリの漬物。これもうまそうですね。変わりのある。三大川でよく使われてます。モーニングサービスではコーヒーとパンや小豆が名物。あとはひつまぶしですね。はい。以上です。バイバイ。